今回は H パームの揃え方です。結論から言うとこうです。 M プライムと U を交互に回します。どうどうかどうどうかはどうどうかどうどう。さて前後しますが、なんで H パームを覚えるのか。スルック PLL の場合、ヘッドライトが4つになった時に残るのは4パターンだけです。 UAUB は3エッジズレのパターンで最初に覚えると思いますので、あとは4エッジズレを2つ覚えると終わりですが、まずは H パームを覚えましょう。 H パームの見分け方ですが、ヘッドライトが4つでエッジが向かい合った面と交換されている状態です。エッジが隣の面と交換されているのは Z パームなのだ。さて覚え方ですが、 M 列と U 面を交互に回します。リズムで覚えると良いでしょう。ということで太鼓の達人です。どういうことなのだ。 M プライムをドン、 U をカとして覚えます。画面を見てもらえばわかるのでいきます。どうどうかどうどうかはどうどうかどうどう、ということです。なるほどね。あとはひたすら反復練習です。2回目をやると元に戻ります。どうどうかどうどうかはどうどうかどうどう、だんだんスピードを上げていきます。どうどうかどうどうかはどうどうかどうどう、リズムを覚えましょう。どうどうかどうどうかかどうどうかどうどう、ラスト1回。どうどうかどうどうかかどうどうかどうどう。ちなみに右手で M プライム、左手で U プライムを回しても良いです。どうどうかどうどうかはどうどうかどうどう、回しやすい方で覚えましょう。ということで今回は H パームの揃え方でした。次回は Z パームです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。なのだ。メンバーシップを始めたのだ。メンバー継続期間でバッジが変わります。カスタム絵文字も使えるようになるのだ。個別のリクエストにも応じたいと思っています。今後もサポートよろしくお願いします。なのだ。